ドナルド・グランサムはアメリカ合衆国の作曲家、オクラホマ集団館に生まれる。8歳でピアノを弾き始め、中学校でトランペットを吹くようになり、17歳の時には仲間の金管アンサンブルのために作曲をしていた。オクラホマ大学と南カリフォルニア大学で作曲を学び、1973年と1974年には、 コンテーヌブローのアメリカ音楽院でナディア・ブーランジェにも学ぶ。後に南カリフォルニア大学やテキサス大学オスティン校で教鞭をとる。幅広い分野に作品を残し、世界中で演奏、録音されるとともに多くの賞を受賞しており、その音楽はアメリカ芸術文学アカデミーによる表彰において優雅さ、繊細さ、思考の明快さ、表現の明晰さ、優れた、 リリシズムと表現されている。多くの場合、ウィットを失うことなく、既存の音楽素材を折り合わせ現代的な枠組みにはめ込む手法をよく用い、熟練した対法の使い手として入り組んだ音楽と聴衆を小難しくなることなく結びつける。吹奏楽の分野でも高い人気を博しており、1994年作曲のバムズ・ラッシュがレベリ賞を受賞して以降、 多くの作品を提供している。マコッチャン、マシュージー・アンエグザミネーションオブザヒストリーウィニングピーシズ、オブザ、ナショナルバンドアソシエーション、エスコンポジションコンテスト、1977から 28P154、バターワース、ニール・ディクショナリー・オブ・アメリカン・クラシカル・コンポーザーズ、 p181biography-piqantbres.com2020 年1月12日閲覧ローリー・シュールマン、エヴァンフェルドマン・グランセム、ドナルド・ザ・グローブ・ディクショナリー・オブ・アメリカン・ミュージック・ボリューム 3p5961979 年にもバストロンボーンと感覚オーケストラのための一楽章の競争曲を 残している。シン・エイリック・トーマス・アン、アノテーティド・ビブリオグラフィー・オブ・ワークス・フォー・ソロ・ベース、トロンボーンウィンド・バンド、P52、ありがとうございます。